こんにちは。花良馬さんもすっかり YouTuber ですよね。毎日結構 YouTube 更新してるじゃないですか。まあまだ多いとまでは言えないんですけども、まあ、YouTube を量産する、まあ、下地ができたのかなっていう気がしますね。まあ、このペースでどんどん YouTube の本数上げていけば、なんか人気出るような気がしますね。まあということでね、私も特に偉そうなことは言えないんですけども、とにもかくにも令和2年も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そしてね、来年は花屋龍馬さんとの、まあ、生対談が、まあ、あるということで1月中にまとめたいと思いますね。これ前半でなんとかまとめたいですね。楽しみだ、楽しみで、花屋龍馬さんからね、名前について少しコメントがありましたんで、私の方も自分の名前についてちょっとね、話しさせていただこうかと思いますけども、まあ、私の名前ね、哲郎っていう名前は幼い頃はなんかピンとこなかったっていうかね、あんまり気づかなかったんですよね。でもっとかっこいい名前がいいなとかね、思ったりもしたもんですけども、まあでもね、だから名前にどのぐらい自分が思いを寄せていけるかってことなのかなと思うんですよ。で、名前って生まれて一番最初にいただけるプレゼントだと思うんですよね。しかも死ぬまでそれを基本的には使いこなしていかなければならないんですよ。というのが、自己紹介っていうのはまず名前から始まりますもんね。そしてその名前っていうのはたくさんの思いが込められています。私の場合は哲郎のローの字が特に問題なんですけども、ローの字ってその小里編をよく間違えて書かれるんですけども、その契約書でもね、いつもね、小里編が書いてるんですよ。いや、これをなんで間違うかなと私は思うんですけども、哲郎のローの字は良い月って書くんですよね。良い月を良い小里編って書くんで、これ間違う人が多いのは何なんだろうなと思ったんですけども、それぞれの人生の中で多分ローの字って小里編をよく見かけるんでしょうね。だからそういうふうについつい書いてしまうんだと思うんですけども、まあなんか字体も似てますしね。ただね、吉谷さんは私と同じローを書くんですよ。だからそこに共感するところがお互いあるんですよね。あ、このローってよく間違えられるローっすよねみたいな感じで、おお、分かるみたいなんでね、なるんですよ。そう考えると、すごく小さいことなんですけども、共通の、まあ、ポイントがあるなというところですよね。まあ、だから気が合うのかなっていうところもありますね。と同時に、その名前を付けた、まあ、家族、親に対しても、同じような経緯がね、気づきがあるわけなんですよ。もうだからすごく不思議だなと思いますよね。花龍馬さんの龍馬って名前、確かに坂本龍馬から取ったということは推察されますけども、なかなかね、つける人っていないと思うんですよね。まあ、しかもフラワーショップ、名字もなんかね、独特ですよね。私は最初ね、花家龍馬さんっていうふうに呼んでたんで、それを修正されたような覚えがありますけども、そういうのもね、印象の一つなんですよ。よく名前を間違えられるというところも印象の一つで大切なことなんですよね。だから例えば山田太郎っていうね、名前っていうのはなかなか間違いようがないんで、ドカベンに出てくる山田太郎かもしれませんけどね。なんか山田花子みたいなのね、郵便局のよくこうやって記入例にありますけどもね、郵便花子とかね、あんなありましたけども、まあああいうのっていうのは間違いにくい名前ではあるんですよ。でもキラキラネームみたいなのは私もちょっとね、受け入れがたいんですけども、ただこう間違えられやすくって印象に残りやすい名前っていうのは得ですよね。ウォートー君の動画を私が初めて見た時も、確かにね、最初はサムネイルだったんですけども、次に見たのはアカウントの名前ですよね。花家龍馬って書いてあって、花家龍馬と読む、これは何か意味があるんだろうか、本名なんだろうかっていうふうに思ったところに、まず一つポイントがありましたね。やっぱ印象深かったんですよね、それがね。私も数々の塾生さん、塾生じゃない人、名前をたくさん見かけてきましたけども、その中でも印象深いなと思うのは花屋龍馬って名前だったかなと思いますし、まあ小野里はじめっていうのもね、珍しいかなと思うんですけどね。それに比べると吉谷拓郎っていうのは結構珍しくないかなというふうになっちゃいますけども、まあ名前っていうのは比較するもんじゃないですかね、自分の印象ですから。で、一人一人に思い出がもうありますよね。で、花屋龍馬さんの名前ね、すごくこの前の動画で思いは分かったんですけども、私の場合は自分の名前に、まあ、共感ってものを得れるかなと、同じようにローの字を間違う人と出会えたことっていうのはすごく貴重だったかなと思います。そしてもう一つ大事なのは、その名前に自分がね、どれだけ答えていけるかと。よく花屋龍馬さんは名前負けしてるって言いますけども、これね、名前に負けないように自分の人生を追いかけていく、
追い越していく、こんな感じで、日々頑張っていけるんじゃないかなと思いますよね。いつか自分の名前が似合うそんな男になっていきたいと私も思いますし、同じような思いを込めてね、久保大和という息子にこんな名前をつけました。一億玉砕の先駆けとなれという感じでね、大和、大きな大いなる和、こういったものをね、人生のメッセージとして受け取ってもらいたいなと思います。まあ最初は気に入らないかもしれませんけどねまあ強く賢い男になってほしいなと思いますね。まあ名前ってでも本当にいいプレゼントですよね。でずっと使ってもらいたいと思いますし、自分もずっと使っていきたいと思います。自分の名前にやっぱり誇りを持てるようなね、自信を持てるような人生、少なくともそのぐらいは送っていきたいと思います。まあ、それがね、名前を付けてくれた人へのプレゼント、恩返しだと思いますし、それから自分の名前を呼んでくださった方々への、まあ、恩返しでもあるのかなと思いますよね。まあ、そんなところですかね、名前に関しては。ことにね、この年になるとね、名前がね、非常にありがたいもんだというふうに感じるようになりましたね。まあ、花屋馬さんはもっと早い段階で名前のありがたさ受け取れていると思いますけどね、素晴らしいと思いますよ。ということで今年も本当にありがとうございました。また別にね、これからもやり取りあると思いますし、今日中にもあると思いますしね、明日もあるかもしれません。まあこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。